なんということでしょう。ハチさんのレストアでボロボロだったサクシードが装いも新たに生まれ変わったのです。まあこんで完結みたいな感じでいいや。もうこれでサクシードは出来上がりです。出来上がり。あ、ナンバー取れましたね。6198なんで、どういう意味ですか。何にもない。そのまんま選んだ希望ナンバーでもない。希望ナンバーにしたいの、せっかく選べるのに。なんで。いや別にそのこだわらんかな。あ、そうなん、うん、最初車検通らんかと思ったけど、あのシートベルトですっけ。シートベルトのランプがつかなんだ。これが、はい、ホコリかぶってまって絶縁しまって、いや断線しとったわけ。おー、それが、うん、おー今はいはい、パカパカしてますね。で、ついとって、はいはい。で、本物そっくりの食品サンプル。ああ、もうこれで。これが悪かった。オッケーです。シートベルトもオッケーで。こいつが悪かっただけで、で、車検はオッケー。じゃあ、ちょっと全体的にどこをやってたか簡単に振り返りましょうよ。まとめみたいな感じで。今回のファクト88は、ついに完成したハチさんのボロボロサクシードのまとめ動画です。ある日、ハチさんの家に行くと、そこにはボロボロの車がありました。ちょっと譲ってもらったもんで。譲ってもらったってどういうこと。ハチさん買ったの。うん。え、ハチさんの車これ。うん。なんとハチさんはこのボロボロなトヨタサクシードをかっこよくレストアするというのです。セールスポイントはディーゼルね。この車の特徴はなんとディーゼル車。何がいいですか。値段がちょっと安い。ディーゼル、そのディーゼル燃料代安いや。まあ安いですね。経済的。多分リッター高速で80とかで行けば30近く伸びる。リッター 30? 近く伸びる。ハチさん曰くリッター30キロは走るディーゼル車。まずは大まかにどれだけボロボロだったか、そしてどう変わったかを見ていきましょう。ハチさんが突然買ってきたボロボロのトヨタサクシード。ボディの塗装は剥げ、下回りはへこみと錆だらけ。エンジンは問題ないものの、内装は見るも無残な状態でした。それが、なんということでしょう。ハチさんのレストアでボロボロだったサクシードが装いも新たに生まれ変わったのです。それではレストアの全容をハチさんと一緒に振り返っていきましょう。鍵は鍵、鍵そうやどうなった。お、鍵、鍵もトヨタにやってもらった。俺ようやらんかった。そうそう、この鍵はボキッと折れてしまっていて、トヨタに新しい鍵を注文していたんでしたね。これ綺麗に新しくなって、その鍵のリモコンの設定をしないかんねんけど、はい、トヨタがこの説明書見ればできるって思うんでやったけど、一向にできんで、もう一回持ってった。あ、もうそのお店でやってもらったんですね。もうその方が手っ取り早い。素人には無理や。さすがにそれは。じゃあちょっと順番に、うん、このサクシード、うん、どこを最初にいじったんでしたっけ。最初に中、内装綺麗にしたら、内装、荷台からでしたっけ。荷台、そうや、ちょっと開けてもらって、はいはいはい、荷台なんかいろいろ乗ってますね。もうすぐ取り込み。まずハチさんが取り掛かったのがサクシードの荷台から。荷台のマットについていたネジを丁寧に外すと、うわ、マットの裏側は錆びてて汚い。マットを外したら他のパーツも全て外して、シートベルトももちろん外します。改めて見るとひどいなあこの荷台。特にひどいのがトランクドアを閉める金具の部分。ボロボロになっている荷台の錆を取ったら、錆転換剤とサフェーサーを塗って、乾いたら全体にパテを塗る。こうやって荷台を補修したんでしたね。こういうとこだってもう塗装したんですもんね、黒く。ザラザラやけど。
ああ、いいんじゃないですか。なダラダラを取ればよかったけど、まあしゃあない。まあいいですね、いいですね。で、こういうところも、ここもなんかすごかったですもんね。ここもサビサビで良かったやつ直したら。これを綺麗にして、ここの荷台も綺麗にして、で、その次が座席全部外してましたもんね。座席外して内装を綺麗にしたかな。まあ内装。ああ、いいですね。そして、前も後ろも全部座席を外してしまいました。うわ、砂まみれで汚い。てか汚すぎでしょこの車。掃除機で砂やゴミを吸い込んで座席下のマットを外したら、椅子と一緒に水と洗剤で丸洗い。椅子からは汚れが出てくる出てくる。どうしたらそんなに汚れるのよ。こうして内装はかなり清潔になりました。新しくなってますねここ。マットが、はい、あ、もう買ったんですか。マットは。でもこれはあの綺麗に、いい感じで綺麗にします、ね、シートカバー今度。あ、シートカバーつけるんですか。つけたいな、いずれ。うーん、でその次がで、こういうと、でも塗装、塗装に入るんで、まあ内側のから、はいはい、こう開けた時のこういう色と。次はボディの塗装だけど、この車ボディの傷やへこみがすごくて、塗装の前に直さないといけない場所がたくさん。見よう見まねでスタッド溶接をしたり、途中板金のプロである師匠のところに行き、どうすればうまくいくかを教えてもらい、ボディのさまざまな場所の傷とへこみをなくしていきました。そして友人に手伝ってもらい、重たいドアを外して内側とドアを塗装したのです。ちなみにこのグレー、普通のグレーではなくアウディの純正色を混ぜて作ったアウディ純正グレー、普通のよりもちょっと濃い深みのある色なんです。すごい綺麗。セロ気になった。あ、気になった。これも買ったんすね。あ、これも買った。買った。で、こう、こういうところも。そうそうそう。ドアの塗装が終わったら、いよいよボディの塗装。色はドアと同じアウディ純正グレー。普通は塗装室で行う全塗装も、ハチさんは自宅のガレージで一人で行っていきます。天井の色は黒。さらに窓枠も黒にして、商用車のサクシードを見た目だけ高級車風に塗装していったのです。あんま近くで映すなよ。え、分からん、分からん、分からん。まあまあ分からんすよ、全然分からんから。で、まあ、あとワイパー綺麗にして、サビサビやってんやん。これってもともとついとったワイパーですか。これここの部分だけ新品買って、はい、ここはもうもともとついとった。分からへんすね、全然分からん。そうそう、まあ、塗装して天井を、天井が黒いんやこれ、黒いラメにした。ちょっとラメ、あーかっこいい。こうやって見るとパッと見は分からんすけどね。で、まあバンパーも修理してそうですね、そうですね、わざわざ福井まで取りに行った。このバンパーは僕とハチさんの2人でわざわざ福井県まで取りに行ったバンパー。もともとがボロボロすぎたため、福井県の車屋さんに新しいバンパーを譲ってもらいました。細かい傷を直したらグレーに塗装。あ、そうそう、エンブレムも塗装しました。マッドブラックにして、商用車にはないワイルドな仕上がりに。艶消しにしてホグランプもきれいにした。ライトもクリア吹いてきれいにした。で、ここのエンブレムを黒にして、なんかちょっと、まあ、それ両面テープちょっと分厚い。両面テープ、まあ分かんないですね。すごいかっこいい、かっこいい。まあざっと見はそんな感じで単純なんやけど、かなり苦労した。いや、そうですね、1ヶ月ちょっとかかりましたかね、全部で。まあクリア、クリア、あ、そうですね、そこもクリア拭いてきれいにしたんですもんね。で、バンパーもこの辺ペコ取ったやつも。あ、そうや、そうや、なんかめっちゃへこんだったとこどうなったんですか。これや、あの、いやいや、あの横、横、横。あ、横か。あ、ペコになったとこ。はい、もうどっちかわからん状態やん。
あ、すごいわ。え、こっち側だったっけ。もうどっちか分からへんの、こっちじゃなかった。あ、ここか。あれ、いや、すごいやん。もうどっちか分からへんやん。あれ、バックで入れてるの、こ、あ、こっちやん、こっちやん。そっち側、ここや。分からへんやん。ちょっと俺ません。で、まあ、あと穴埋めしたやつやな。穴埋めも、そうやそうや、こうドアモールついとったんや。そうそう、もともとこのドアにはプラスチックのドアモールがついていました。これを外して開いていた穴をエポキシという接着剤で埋めて、ドアモールの穴を分からなくしたのでした。いや、すごいわ。やっとここまで来たな。いや、すごいわ。これナビももうついてるんですね。ナビを一応つけた。もちろんこの車のカーナビはハチさんが自分で取り付けました。なんかネットで中古のナビを買ってきたみたい。日本製だから大丈夫らしいけど、性能はよくわかりません。汚っ、ほんとか中が汚い。でもこれはめたらもう完成なんですね。いや、すげえわ。元のやつとちょっと比べて動画作るの楽しみだ。これタイヤもいいですね。いい。あ、じゃあブレーキポットも変えてましたもんね。ブレーキポット。あ、すごい綺麗になっとる。もともとはかなり錆びていたブレーキ、丁寧にバラバラにして洗浄、錆びて使えない部分は交換していきました。おお、ブレーキが輝いてますね。あ、すごい。これ、え、これなんか塗装した？これ。それはあの親父が塗装した。車屋の親父。あ、車、あ、そうや、車屋なんか、車の裏側。裏側綺麗になってる。実は、車検前の検査で訪れた車屋さんで、下回りを黒く塗装してもらってました。ここら。あ、本当ですね。真っ黒になっとるわ。あ、綺麗。サビね。うわ、すごい綺麗になっとるやん。あとワイパー、はいはい、ワイパー取ってます。ああ、はいはい、なんかついてますね。ったうわー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。で、ヒッチメンバーはどこにあるんですか。ヒッチメンバーはちょっと補強したいで、ちょっとで頼んだ品物があるこれ、これとつける。これヒッチメンバー、ヒッチメンバー。これはまだこれからつける準備ですね。ちょっと補強して色塗って、まあ、これからつけていく。これぐらい。これは。ファクト88。さあ、でいよいよなんですけど、これじゃあこれでどこへドライブ行きます？どこ行こう。なんかうまいも食いたいですね。せっかくうまいも食いに行こう。燃費も測りたいし。ああ、そうですね。アホほどいいらしいで。どっか、まあちょっとまあおいおい時間を見て。だよね、やっていきましょうか。はい、最後に私たちインスタグラムやってます。概要欄に URL ありますので、ぜひそちらもフォローお願いします。はい、長々と見てもらってありがとうございます。長々とじゃあ次はドライブで、ドライブ行きましょう。はい、まあ、どっかで、はい、チャンネル登録お願いします。はい、お願いします。はい、バイバイ。はい、ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。